三戸公門、助さん、各さんの両脇に控える三戸の梅大使三戸の梅大使の前身、三戸の梅娘のメンバー三戸の梅大使は、茨城県三戸市の観光 PR スタッフ。茨城県を代表する観光大使、キャンペーンクルー的存在で、毎年公募で10名が選ばれる。1896年、上野三戸間の鉄道開通を機に、完売列車が運行され、 水戸の梅祭りが茨城県を代表する催しとして始まった。1963年から観光推進のため、水戸市観光土産品協会所代会長の中山、茂雄の発案により、梅祭り PR のため選出されることになった。当時は、水戸の梅娘という名称だった。新世紀を迎えた2001年、男女雇用機会均等法改正や、 男女共同三角社会基本法の施行を受け、梅娘から梅大使へ名称が変更された。男性でも応募可能であるが、現在まで梅大使に男性がなったことはない。2001年の初代ミトの梅大使は、ミトの梅娘から数えて、第39代目である。1年間、当年の1月から12月、前年の10月に審査会が開かれ、12月に、 研修を受ける。1月から3月末の水戸の梅祭り終了まで、振袖での勤務が主である。屋外勤務の汚れ等を考慮してか、薄い色地の振りでは、過去20年ほど採用されず、帯も黒系の地に金銀が多い。振袖、帯ともに、梅大使の特注品で、必ず、梅があしらわれている。4月から12月は主に洋服での勤務となる。 最初の数年は赤や白のスーツであったが2004年度から毎年同一となった。丈の長いピンクのスーツに黒いスカート、襟元に水玉スカーフを蝶結びする。2012年から年間を通じて和服でのキングとなった。ありがとうございます。